ヒューマンライツウォッチヒューマンライツウォッチとはアメリカ合衆国に基盤を持つ国際的な人権 NGO でニューヨーク市に本部を置く世界各地の人権侵害と弾圧を止め世界中すべての人々の人権を守ることを目的に世界90カ国で人権状況をモニターしている団体である前身は1978年に設立され ソビエト連邦のヘルシンキ協約違反を監視した。ヘルシンキウォッチは人権侵害を行う政府を公に批判することで、ソビエト連邦と東欧各国での人権侵害に国際的注目を集めることに成功し、この地域における1980年代後半の民主化の実現に貢献した。1 9八十年代には急速な組織の拡大につれ、アメリカウォッチ。 1981年、アジアウォッチ、1985年、アフリカウォッチ、1988年、中東ウォッチ、1989年がウォッチ委員会に加わった。1988年にすべてのウォッチ委員会が統合され、全世界を含む名称である現在のヒューマンライツウォッチに改称し、1993年以降が、 事務局長であるヒューマンライツウォッチは、調べる、知らせる、世界を変えるという方法論に基づいて人権擁護活動を行っている。まず、調査員を人権侵害の現地へ派遣し、被害者や加害者を直接調査することで現状を明らかにする。党派性を持たず、客観的かつ徹底した人権侵害に関する調査報告で信頼を置かれている。 その調査結果を地域メディアや国際メディア双方で広範囲に報道し国際社会の注目を引きつける。そして当事者である国家や国際組織などがさらなる人権侵害を控えるように圧力をかけるよ。う、政策提言やロビーイングを含むアドボカシー活動を行っている。ヒューマンライツウォッチの活動は地域とテーマ別の部局で構成されている。地域、アフリカ、 南北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、中央アジア、中東、北、アフリカ、アメリカ合衆国。テーマ、武器、ビジネス、子供の権利、緊急対応、保険と人権、LGBT の権利、難民、女性の権利。その他にも、テロリズム対策、障害者の権利、環境、経済的、社会的、文化的権利、国際的な法による裁き。 表現の自由、拷問等の問題にも取り組んでいる。1992年には、地雷禁止国際キャンペーンにも参加しており、そこでの民間社会組織の地球規模での連合の成果は、オタワ条約として実った。1997年には、対人地雷禁止条約の成立に貢献したとして、他団体と共同で、ノーベル平和賞を受賞した。また、 ヒューマン・ライツ・ウォッチは、1994年のルワンダ虐殺が始まる以前から、国内の民族間の緊迫した関係について報告し、内戦中も、当時アフリカ局の顧問を務めたアリソン・デイフォーは、現場での出来事を細かく記録し、その記録は、後のルワンダ国際戦犯法廷で証拠として扱われた。子供兵士の問題にも関わっており、 1998年に6つの国際 NGO で結成された子供兵士徴用廃止を目指す連合を構成する一つの団体でもある。また、クラスター爆弾の廃絶運動にの参加しており、2008年にはクラスター爆弾禁止条約の成立にも貢献した。この条約はすべてのクラスター爆弾の使用を禁止するもので、107カ国が採択した。毎年、 政治的迫害の犠牲者であり、財政的な支援が必要な世界中の作家に、助成金を与える、ヘルマン、ハメット助成金という活動もしている。多くの必要な財政援助を提供することに加え、ヘルマン、ハメット助成金は、世界での検閲への警戒を維持している。ヒューマンライツ・ウォッチは、世界規模で検閲を監視し、その表現の自由の権利の行使により迫害者を守る。 キャンペーンを行う NGO のネットワークである、国際表現、交換の自由、IFX のメンバーでもある。Human Rights Watch は、時代に応じて新たな課題が浮上するとともに、活動分野も広げていった。ドメスティックバイオレンス、人身売買、戦争犯罪としての強姦、妊娠中絶の制限反対をはじめとする問題を、扱い、女性や子供の権利にも関わり始めた。 また、HIV、エイズの世界的流行を踏まえ、保健と人権プログラムも設置された。他にも、LGBT、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの権利プログラムを設置し、同性結婚後放課の支援をはじめとし、世界中での差別問題に取り組んでいる。Human Rights Watch は、様々な人権問題について個別に詳細な、 報告書を年間約150冊発行し、ワールドレポートとして、世界中の国の人権状況の年次報告書を作成している。また、毎日約5本のプレスリリースも発行している。2009年、平成21年4月9日、東京オフィスを、明治大学アカデミー一個問題に開設。現在は、東京都港区赤坂に移転。弁護士の土井家内が、 東京ディレクターを務める。特定失踪者問題調査会、北朝鮮難民救援基金、北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会、北朝鮮強制収容所をなくすアクションの会、ノーフェンス、救え、北朝鮮の民衆、緊急行動ネットワーク、レック、北朝鮮による拉致被害者の救出に取り組む法律家の会などとともに、 アジア人権人道学会の結成や運営に関与している。2014年、平成26年5月には、日本の社会的養護家の子供たちについての報告書、夢が持てないを発表し、すべての子供が家庭的環境で育てるよう、要社会的養護制度改正を訴えかける活動もしていい。また、すべての子供に家庭を、キャンペーンを立ち上げ、 国会議員へのロビー活動も行っている。以下のような点に関し、批判がある。BRQ ユーゴスラビア紛争について、一方の当事者であるセルビア側に対し、より厳しいとして批判されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。